共に歩いた12年間は ね渋谷原宿間だよね、うん、気持ちを切り替えて、はい、前回の配信ではちょっとまあいろいろ話をしました。ちょっと俺なんかうるっときちゃったもん、なんかマジで酒飲んでないよ俺まだまさかのうるるって来てしまったというね思わず俺の方が来てしまったっていうなんか若干放送事故だった。あの無意識のうるるですね。そうそうそう、ちょっと感慨深くなったっていう話なんですけど、後半は気持ちを切り替えて、はい、アウェイクの活動についてちょっとお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは大きなのが一つあります、はい、ベストアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のね、あのベストアルバムはね、2曲だけ、新録してるんですよね。ほう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 。まず1曲目は、僕たちがずっと結成当初から大事にしている、まあ、アウェイクのアウェイクっていう楽曲があるんですけども、今回新メンバーを加えた5人バージョンで、再録をさせていただきました。よいしょ。これなんですけど、やっぱり今までねサポートだったりとか、はい、そういうところで撮ってきた、まあ、もちろん楽曲があるんですけど、はい、改めてじゃあ先日発表になった新体制でのっていうところになると気持ちもちょっと違うんじゃないですかね。うん、ただなんかね、うん、今回そのいろいろまあ編曲したりですとか、その曲の順番とかを決めてるときに、やっぱりこの5人っていう物語になるまでの間に、やっぱりいろんなそのサポートメンバーの、まあ、それこそサポートがあって、いろんなこう色があったからこそここにやっぱ取り付けたなって思うので、今回まあ5人のフルアルバム、そのベストアルバムなんですけれど、やっぱその中に実は今までその第1期のメンバーだったりとか、まあ、第2期のメンバー、それとサポートしてくださったいろんなメンバーさんの全員の力が集まって、あの本当の意味でのベストができたなって思いました。もうまたこの時点でちょっとなんか何だろう、皆さんなんかね聞いてて、あ確かにそうそうだな、最初の頃こういうメンバーだったとか、なんかいろいろ、いや違うさ、本当ね、あの初期のままのものも、まあもちろんちゃんとマスタリングはし直してるんですけど、やっぱり聞いてるとね、彼のドラムだなだったりとか、まあ、彼のギターだなとか、ベースだなとかっていろんなことをこう思い返すと、歴史があるからできたベストだなっていうのがあるんで、あの本当に携わってくれた皆さんにやっぱ感謝したいなって気持ちをすごく持って、今回3人で作業することができたなっていう、だからこその、まあ、今のこの3人っていうのがすごい光ってる。衣装が光ってますね。あ、そうじゃない。壊れ道。まぶしい、まぶしい。違う。そっちじゃない。そっちじゃない。光ってる意味がちょっと。あとはですね、あのアウェイクってメンバーのその個性を紹介している自己紹介ソングがあって、うん、その泡物語っていうのが、今回ですね、5人バージョンで、新たにですね、書き下ろしましたので、泡物語2が、収録されております。よいしょー。これだから今までやってきたこのね3人っていうのがあったけど、はい、これでまあパワーアップですよね、単純に言うと。あの昼夜なんか一緒と、なんか今までってその泡物語って3人分じゃないですか。たまにそのサポートメンバーのお誕生日があると、あの急遽付け加えて4人分だったんですけど、今回はもう5人分なんで、なんかエルちゃん長いねとかあの普通の楽曲くらいあるんですよ、ね、本来は半分くらいだったんですけど、まあそれは2人増えましたから ね単純計算でそれはそうなりますよね結構ね、だから25分で5曲なんだけど、あの物語だったら6曲できるっていう2回があったんですけど、今度からもうちゃんと1曲分なんで、ね、その6曲作戦はね、あのできないですよね。設定、その、そうですね、セットリストを組む時のその時間制限と戦いでの、そうアウェイク、まずよく喋りますから、戦いは日々ね、こう繰り広げられてるわけなんですよね。確かに、そこなんですよMC が長いんでね、喋りたくなっちゃうんですよね、ついついそこなんですよ。今日もすごい喋ったけど、今日、まあこれはなんですか、この収録日がちょうど今日ね、堀江新宿であった後ということで、はい、
なんとですね、こう収録させていただいているこのライカンね、社長の久々にお誕生日さんでおめでとうございます。おめでとうございます。そう、収録その後ということで、はい、その来ていただいたので、まあ今日もじゃあ喋ったわけです。そう、なんかおめでとうのムードもあったんで、うん、結構なんか僕もすごい嬉しくなっちゃって、うちの眺めが大丈夫、ここは安定なんでしております。でも頑張らない。いやでもそこはね、取れない。そこは俺が好きなとこ。 MC 喋りたいんだよね、乗ってきちゃうで、お客さんがね、なんか笑って甘やかしてくるんで、なんかこう、もう一個は言っとかないその雰囲気なんですよ、あのやっぱり淡井君の俺の好きなところも、やっぱりお客さんともというか、その一体感っていうか。そうなんですよね。ほんとまたこれ泣かしちゃいますけど、どんなお客さんに支えられてきたものだなっていうのは、まあ、改めて3、4回改めてもやっぱありがとうっていうね、気持ち伝えたいですね。それが今回のそのベストに、はい、ね、込められてるっていうね、ちょっとお話になるんですけども、今回のベストアルバム何曲入りになるんですか？15曲ですね。本当に入ったらフルの本当に、ね、でさらに今回、うん、DVD もついてて、よいしょ、5曲分の DV と、はい、プラスボーナストラックでございます。盛り込みましたね。そう、盛り盛りの盛りです。だけど今回はね、そのまあこのおめでたいニュースともにファンのこう方々にですね、あの恩返しするって意味込めて、なんと価格ですね、税込み4400円です。わーい、素晴らしい、素晴らしい。でいろんな人に相談したんです、値段。だけど、まあ、このボリュームだったら普通は5000円超えてくるんですけど、エルさんどうですかって言われて、いや感謝価格で税を込めて4400円。これ本当に6000円いっても本当に DVD ついてベストで、さらにボーナストラックついてたら、これはそれぐらいいくかなって思ったんですよ。なんかね、その配信ライブで、まあ、会えもしないわけじゃないですかね、画面通して見れるけど、そんな時も本当にたくさんの方がこうベストアを買ってくださったりとかしてさせられてたんで、その時のあの本当に些細になっちゃいますけど、あのこれです。伝わります。でもっと言うと、その配信もそうだし、あの物販とかもそういうずっとやってきてるわけですから、はい、もうそれのまあぜひ見たことない人はぜひ見てほしいんですけど、物販の説明も一つ一つが丁寧なんですよ。ワーケ通信ちゃんと見てて、なんかね、あれなんですよ、結構やなんか途中からそのコロナ禍に入っちゃったんで、なんかややこしくなっちゃって、うん、だからこう初めての方で結構買いづらいっていうことも言われてたんで、今年の初めにみんなで話し合って、ちゃんと一回ガイド作らないっていう、でこうなんかこう、あこういう特典がつくんだとかっていうのを結構しっかり説明しないと、なんかもらえたりもらえなかったりすると、やっぱりね、平等できなくなっちゃう。あれはすごい、自分が見ててすごい丁寧だし、わかんないじゃないですか、チェキどうなんだろうとか、毎回毎回そういうのあるんですけど、あのインクはそこがねすごい丁寧で、わかりやすいし買いやすいし、もしこれで今回の見て興味を持った方がいたら、ぜひ飛び込んでほしいですね。あのうちのお母ちゃんが結構その辺がね、あのお母ちゃんアメイクのお母ちゃんなんですけど、お母ちゃんが意外にあのね、もっと分かりやすくしなきゃダメだっていう、エル君僕分かんないよっていう、私分かんないわって感じなんで、分かったまあまあもうちょっと待っててみたいな感じで、でもそこら辺はそうですよね、やっぱりあの初めての人でもっていうのもあるだろうし、男の人でもいわゆるバンギャルを組んでも、はい、あこういうのあるんだって、なんかパッと見その分かりやすいっていうか、そういうところで聞きやすいんじゃないかなって思って、もっと増やしたいですね、これ的に。ミザリオールみたいな濃いやつがもっと、あメンズをね、メンズをちょっともっともっと俺は増えてもいいんじゃないかなっていう。そう、結構ね、彼も男にモテますね。わかる。なんかあのアイドルスタンド対バンとかその時に、うん、男性来るとまあ結構彼ですね、撮影とかは。だからその素直にかっこよさもあるし、なんかこの惹かれちゃうんですよね、なんか男気があるんで、うん、純粋にやっぱ嬉しいですね、やっぱり、うん、はい、あの異性もそうですし同性もそうですし、やっぱ惹かれたい。ベースのテクニック、今回 の、うんうん、ベストアルバムのレコーディングをした時も、はい、また改めてそのエンジニアさんに言われたんですけど、とにかくプレイが豪快で、かつすごくテクニカルなベーシストなんで、そういうところでこうバンドマンのファンも多いんですよね。ああ、なるほどなるほど。業界内でのやっぱり、うん、
リハーサルとかでこう見てくれたりとかっていう場面が結構多いんで、やっぱそういうところではもう父さんかなっていう。父さん、母さんはお父さんなんで大黒柱なんで。大黒柱。そしてあれ、あ、3歳3歳、これ大事です。僕はもう何もできないんで、あのママパパママと今日もねライブの時に僕があのこそこそ配信してましたね。チェキ取るからこっち来いって怒られました。ちょろちょろすんなっつって入っちゃった。スケールまでは大変だな。僕は来るだろうと思ってるのに殺さない人いるんでね。しっかりしてるんですね、やっぱそういうところが。だから多分あのここまでこじこぎつけましたね。こぎつけた。うまいんですよ、逃げ方が。本当にあの分かりづらいようなところにいるんですよ。そんなしみじみ言わなくてもこれ着てるけど分かりづらい。相当な僕はこれは相当目立ちますよ。かくれんぼテクニックをね、あの駆使してますから。それで分かりづらいってどういうことですかって、こんだけ目立つのに擬態してますからね。擬態ほんとすぐ見つかってもいいんですよ。いや本当ですよ、はい、色彩的にも物量的にも絶対見つかるはずなのに。そうだからいつもその配信の背景で見つかっていたみたいな。あんなところでみたいな。そんな見つけ方もできるんですよ。お手間かけます。いや、お手間かけます。なるほど。さあ、このねベストアルバムのお話も出ました。もうね、特におすすめだったりとか聴、いてほしい曲とか思い出のある曲があったらちょっと。はい、そうですね、今回まあぶっちゃけそうですね、ベストアルバムなんで全部なんですけど、でもまあその中でやっぱりあのアウェイク自体がやっぱ、ね、キラキラしてるバンドなので、あ、本当にあの聴いてて楽しい楽曲も多い中で、歌物というかちょっとしんみりと聴ける楽曲が入ってるんですよ。なので、まあ、あのその楽曲の中では、まあ、インディスワールドっていう楽曲だとか、タイムスリップっていう楽曲は、まあ、どちらかというと僕らがあの聴いてるみんなにあの一方的にちょっと伝えたいことを伝えてるような感じになってるので、あの、まあ、そこを感じてもらえたらなって思いますね。もうあのこれもアウェイクのやっぱ特徴なんですけど、ただ明るくてキラキラしてるだけじゃないぞっていうなんか思いとか、はい、そういうところですよね。そうですね、はい、そこがやっぱり伝わるっていうところで今回入ってるから、はい、もはい、さあ、エルさん、1曲でしょ。エルさんもいろいろおすすめ、まあいろいろ出てきたと。まあそうですね、僕はやっぱりでもアウェイクですね。あ、やっぱバンドのその表題曲もあるというところなんで、ね、今回その、まあ、新メンバーを加えて5人で週あの撮ったものがものすごく良くて、やっぱりこうバンドってね、出すたびにその前の楽曲をこうなんていうんだろう、更新していくっていうその、まあ、目標だったりするんですけど、前の音源より持っていいものっていう、もうそれを完全に達成してくれたなっていう。お、初期の曲なはずなのにやっぱりどの曲よりも素晴らしいものになったなっていう、まあ、全部いいんですけどね、特に光ってるなっていうのがあるんで、まあ、新しい5人のその音色を、まあ、みんなに聞いて、あ、なんかついに始まるんだっていうそのワクワクを感じてもらいたいなっていう、はい、やっぱまあバンド名になってるし、そのさらにね、そのこの進化、うん、そういうところも見れる、ずっとやってきてるわけです。そこもありますからね。ありがとうございます。さあ、そのベストアルバム発売ですね。発売日を、2023年の8月30日に決定しました。よっ、なんとですね、8月の29日が渋谷クラブエイジアのワンマンで、そこがフラゲじゃないですか。あ、いわゆるね、その翌日に、発売が決まり、なんとインストアイベントも決定をしております。5人体制初の、インストアイベントで、こちらの会場でございます。よいしょ、来年させてもらうよ。まあ、もちろん各店舗ね、はい、回っていろいろやりますので、そちらも SNS でね更新していくと思うので、チェックしてください、はい。もう第1弾がやっぱり、ライカイソン東京本店さんかなということで、ありがとうございます。やっぱりね、ライカに始まり、ライカにこう終わるというか、ライカに帰ってくるようなバンドなんでね、やっぱこうここですね。ありがとうございます。さあ、そして今ねちらっと出ました8月29日このクラブエイジャーの話をちょっとしていきたいと思います。はい、まず最初に私が思ったのは、
元太選手おいやどういうこっちゃねってまだその発表がなる前に、はい、えいやでもどうなっちゃうなになにっていうちょっとまずはそこがあったと思うんですよ。俺もちょっとその発表があったとして結構ね活休ですか解散ですかって言われ続けましたし今でもたまに言われたりとか今でも言われてそうだしライブの誘いが一切来なくなりましてそうでしょだってもう終わると思っちゃったからみんなちょっとこうね空気を察していただいてって感じなんですけども、そこ無事にですね5人体制ということでなんとさらに偶然のことがあってドラムのねゾーイ君はヒロヤの幼馴染なんですよ。また泣いちゃいますよ。いや、ほんと泣いちゃうかも。東京で2人で成功するぜって言って別々に上京して、そこでバンドを組んで、バンドやってたこともあるんですよ、一緒に。ほう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 。で、一旦離れたんだけど、また、また戻ってきた。すごいです。いや、ほんとにそうなんですよ。だから今回、なんですか、一緒にまた同じバンドでやれるっていうのは本当嬉しいですね。やばくないですか俺先行って待ってるぜって、まあ、東京行って合流してじゃあいよいよ始まるぜって言って、まあ、いろんなことあったかもしれないけどバンドやって、まあ、離れて、まあ、頑張ってたけどまずこの2週にわたって私を中手にかかってこのあれもっとなんかしょうもない話まあ、あるあるなんですけどこの番組休憩中だったりとか打ち合わせ前にしてる話がすごい楽しいんですけど、うんまあ、8割方使えないっていうのも若干あったりするんですけどそういうゲラゲラ話もいつか俺はしたいなと思うんですけどまあまた5人できますその時にね5人体制になった時があってただこの今回の2回は何ですかね水田寮の中心なんかアウェイクってそう考えたらドラマ多いですよねなんかそのなんだろうただ楽しいだけじゃないぞっていうそのねなんかやってきたその何ですかね思いっていうかエルさんの厚さもあったりとか改めてそのメンバーさんそれぞれ支えてきたお父さんお母さん言ってますけど、うん、そこでさらに5人になるっていうところでのお兄ちゃんお姉ちゃんが増えるんでねすごい大家族じゃないですか、うん、なんかね俺思ったなんかドラマあるなって映画撮れるんじゃん、うん、なんか意外に俺らさらっとさっき渋谷新宿館まで出ましたけどいや濃いですちょっとマジな話、ここで提案なんですけど、はい、ドキュメンタリーじゃないんだけど、なんかそういうロードムービー的な、なんか映画っていうか、ちょっとしたそういうフィルム、はい、ミニシアターじゃないんですけど、そういうので、アウェイクのちょっとストーリー的なものをインタビューと活動と含めたのを、ちょっと今度撮るのどうですかね。ミザオン Z さんにお願いできるだろう。俺が撮んのこれ。いや今日なんか改めてここに、ね、出させていただいて、うん、なんかミザオン Z になんか、うん、あ俺たちの気づいてない気持ちを教えられましたマジでまさかのきっかけになりました忘れていたなんかその濃い部分をなんか改めてこうね何だろう話させてもらったっていうかあっはあっていう、ねまあ、素直にバンドっていいなっていう、うん、そのとこもありますよねなんかそうバンドしてんなっていう感じですか、ねうん、これちょっとなんかまあどこかで本当にそういう話じゃないんですけど映画とかなんかそういうの撮ったら絶対なんか見る人はちゃんと見て伝わるんじゃないかなっていうのはなんか今日のこのトークだけでも結構なんか関係者もあそうこのそういう気持ち忘れてたとかなんか絶対思うんですよなんか結構熱いねってやっぱ言われるんですけど俺は本当それがもう当たり前だと思ってたからなんか特に今日はいいことを言おうとかっていうことではなくて素直にやっぱり、まあ、3人で過ごしてきて、まあ、出てくる言葉かなと思うと本当ありがとうございますありがとうございますパパもありがとうございますそれの現体制のこの集大成まず3人のね、はい、がクラブエイジャで8月29日あるということでねこれは見逃せませんねもうでもね、情報も多分出てると思うんですけど、なんとこれは3人でのアウェイクラストと5人体制初のワンマンなんですよ。2部構成というわけじゃないですけど、まあその1粒で2度おいしい的な。はい。3人で終わるっていうニュースはあったんですけど、それは5人になって初めてのワンマンだからだよっていうところなので、もう5人で最初からぶっ放します。おぉ
それも楽しみですよ。だからもうみんなさっきも言ったあいつマジで大丈夫みたいななんかでどうなっちゃうのってあったんですけど、もうじゃあもうこれはネタバレってわけじゃないですけど、もう初っ端からフルスロットルで、そうあのみんなを、まあ、暑いんでね夏ね、もうさらに溶かしたかなと思って溶かすトロットロに溶かしたかなと思ってそんなこうみんながこうあ来てよかったって思えるような、あのもう一生の思い残りなワンマンをしたいなと思います。相当すごいことになると、そうそこがスタートなんで、そのみんなにとっても、まあ、これからのまあ、長い人生あると思うんですけど、時に、あ、なんかウェイクも頑張ってたから頑張ろうみたいに思ってもらえるような、まあ、お守りとエールを送るようなワンマンにしたいなと思いますね。ぜひ行かせていただきます。はい、まあ、あの、さっきチケットしたんでお願いします。で、この配信見てる方には、ライカエジソンで、はい、無料チケット置いてあるんですよ、はい。これ、入り口のところにありますので、ちょっと興味あったら、もう、さっと行って、パッと行けるっていう。はい、ぜひ。もうその当日も大丈夫なんで、で、あとは精力的にもうこの7月の後半から、8月のそのライブ当日までの配信ですとか、あと無料チケットと、うん、あとフライヤーの配布を、うん、各所でバンバン行っていこうと思うので、あ、もうこれ都内出没するぞと、はい、もうあのそこはガンガンの SNS で今日こう行きます、あそこ行きますっていうことを告知していきますんで、まあいろんなバンド様のそのフライヤー配りも含めて、それがない時でも突然こう原宿にアウェイクがいたりとか、あの新宿にいたりとかってするんで、もうガンガン声かけてもらって、はい、あのチケットあの渡しますんで、はい、ぜひパンパンの、クラブエイジアで最高の思い出を作りたいと思います。よいしょ、もうちょっとね、私もぜひ行かせていただいて、あの友達も誘ってきてください。ああ、本当に、じゃあ家族、うちのお母ちゃんあのマミも連れてあのマミさんいつも使ってますマジであのビジュアル系とかメタルバンド好きな、はい、お母ちゃんなんで、60過ぎて愛読してバーンですから、ね、はい、ちょっと連れてこようかな、はい、それでね、もう今さっきのベストアルバムのお話になったんですけど、私もアウェイクの曲だと今回万逆宣言は入ってます、はい、であれが俺の中で、まあ、最近の曲なんですけど、はい、なんかグッときたんです。俺は特にやっぱビジュアル系好きだったし、原宿も好きだったし、そのアウェイク見てきたっていう中で、ちょっとこれは番外編で、ミダリオールがこの今回のベストアルバムでおすすめっていうか、はい、この今ちょっと変な話なんですけど、ビジュアル系離れちゃった、はい、ちょっとあんま聞かなくなっちゃったなとか、お仕事あったりとかいろいろそういうのもあったりするんですけど、そういう人たちもぜひ聞いてほしいっていうか、一回ちょっとビジュアル系から離れちゃった世代の人とかも含めて、あと今聞いてる人もだけじゃなくて、あとビジュアル系に興味ない人もなんかこれを聞くと、あ、ビジュアル系ってこうだったんって改めて認識したりとか、あ、こういう曲もあるんだっていう、その何ですかね、いろいろ幅広く聴き方によっていろいろできる曲だと思うんで、これはちょっとぜひミダリオールおすすめの曲。そう、なんかね、やっぱりコロナ禍でガラッと変わっちゃって、まあ、その間みんなすごく我慢したと思うんですよね、いろんなことを。だからある意味ではその青春をね、途中でこう一旦こうお休みせざるを得なかった世代とかっていると思うんですよ、うん、そういう人たちに向けてやっぱ青春一回我慢したけど、こっからもう一回始めようぜっていう、うん、あの応援ソングでもあるので、はい、ぜひ聴いてもらいたいな、はい、番外編でやったのがミダリオールが、はい、そして8月19日タイト、はい、ということでございます。え、まだまだ絶対喋り足りないと思うんですよ、なんか、はい、今日の話結構熱いっすね。俺も酒飲みたくなっちゃった、思わずなんかあの帰って編集しながらぜひあのもう一回そうね、ちょっといろいろちょっと多分泣きながら編集してるなんかいい話やなと思いながらすると思いますけど、ちょっともうね名残惜しいとお時間、はい、さあ今回ですね、はい、プレゼントをいただきました。よっしゃー、今日は可愛いよ今日もです、今日も可愛いよこちら3人の、集合チェキサイン付きで、いただきました。サイン入ってるよ、入ってるよ、気づきも入ってるよ、入ってるよ、さあこちらなんですけれども、この番組ですね、ライカエジソンの YouTube チャンネルのチャンネル登録、そして、この公式ツイッターですね、番組の公式ツイッターをフォローされた方の中から抽選で2名の方にこちらね、激レア3人の、これ3人最後の時じゃないですか、もうもしかしたらあのここではね、はい、次のあのインストアがもう5人ですから、ここで多分最後の
そうですね、番組もしくは次来た時はもう5人になってるわけですからね、はい、これ激レアでございます、うん、激レアでございますので、ぜひゲットしてくださいということでございます。さあ本当に最後になってしまいましたので、はい、それぞれ一言ずついただいて、こう順番で今日はエルさんでしまっていただきたいと思います。はい、見ていただきありがとうございます。アウェイクみんながいてくれて、ファンのみんながいてくれて活動できています。12周年5人になったアウェイクを絶対見てほしいので、8月29日渋谷クラブエイジアで待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。本当にこれから5人体制になってくるアウェイクなんで、これからバンバンこの世界に挑戦していきたいと思いますので、ぜひ皆さんアウェイクについてください。よろしくお願いします。ありがとうございます最後、はい、今回も、ミザオンZに、ご招待していただきありがとうございました。いつもね、皆さんにすごく感謝しています。まあ、何度もね、重ね合わせになりますが、アウェイクこの度5人体制で、活動していくことが決まりました。8月29日の、渋谷クラブエイジアはまだみんなには秘密にしてある、面白いね、ワクワクがいっぱい詰まっていますので、ぜひ、遊びに来てほしいなと思います。またこの番組に5人で出演したいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ゲストはアウェイクの皆さんでした。ありがとうございます。それではニダオン、ニダリオの音楽堂Z、また来週。ありがとうございました。アウェイクでした。ありがとう。ありがとう。